本日は仲間と宮杯 JFA アンダー18サッカーリーグプリンスリーグ関東2019第4節川崎フロンターレアンダー18対 FC 東京アンダー18戦にご来場くださいまして誠にありがとうございます。ただいまより両チームのスターティングメンバーを発表いたします。まず内田の FC 東京アンダー18、30番ゴールキーパー野沢大志ブライド、2番ディフェンダー木村誠二、3番ディフェンダー岡徹平、5番ミッドフィルダー森田慎吾、6番ミッドフィルダーバンクーナガンデカシーブ、7番ミッドフィルダーキム・ソンミン、12番ミッドフィルダー大迫青人、17番ミッドフィルダー時和京太、20番ミッドフィルダー安田小次郎、10番フォワード小林陸、11番フォワード宮田泉。続いて控えメンバーの発表です。1番ゴールキーパー飯塚義人、23番ディフェンダー新良介、28番ディフェンダー大森理央、14番ミッドフィルダー沼田光成、15番ミッドフィルダー横田俊樹、26番ミッドフィルダー上田光大、9番フォワード久保誠一郎、18番フォワード青木雄介、42番フォワード野沢レオン、そして監督高村忠史。以上ミスターの FC 東京アンダー18でした。
続いて控えメンバーの紹介です。33番ゴールキーパー青山海、6番ディフェンダー澤田康人、15番ディフェンダー松永優之介、17番ディフェンダー内海大吾、22番ディフェンダー岡崎源、13番ミッドフィルダー常安美桜、18番ミッドフィルダー小室良樹、9番フォワードリアウユスフ、19番フォワード田中寛太、そして監督今野明、なお本日の試合はレフェリー C の大地、アシスタントレフェリー森谷智和、天野和也、フォースオフィシャル岩本剛によって進められます。